テレ東ビズ。横浜市の介護老人施設では今日、新型コロナウイルスのワクチン接種が行われました。入所者20人と施設の職員40人がワクチン接種を受けました。施設に持ち込んでしまったらどうしようとか、そういう不安を普段抱えてたのが少しこう緩和されるかなっていうのは感じてます。横浜市では今月の12日から高齢者施設でのワクチン接種が始まっていて、今日までにおよそ900人が接種を終える予定です。